ダニール・アレクサンドロビチは、初代モスクワ公で、リ力長モスクワ大公家の祖、ウラジーミル大公、アレクサンドル・ネフスキーの罰子、ユーリー三世、イヴァン一世の父、父、アレクサンドルの死後、その異様のうちのモスクワを得たが、幼少であったため、おじのトベリ公ヤロスラフ三世の貢献を受けた。1271年に、ヤロスラフが死去すると、モスクワ公として自立した。 1300年に、ギャザン公国から、岡川沿いの重要拠点都市コロムナを奪い、ついで1302年に、ペレアスラブリザレスキーを、公使のなかった、ペレアスラブリ公、イヴァンドミトリエビチの遺言により併合した。これにより、モスクワ公国は、当時の経済的先進地域と重要河川への出口を得ることになった。当初小さかったモスクワ公国の領域は、 ダニールの治世末期までには倍増した。また、彼自身は、ウラジーミル大公にはならなかった。死の直前に、修道士として提発し、その以外は、自らが混流した、ダニーロフ修道院に葬られた。1652年に、ロシア正教会から劣勢された。妻の名が記された資料はないが、ピードルゴルコフは妻を、エブドキア・アレクサンドロブナという人物であると、 指摘している。ここには以下の人物がいた。地図で読む世界の歴史ロシア32ページ。1854-1232ありがとうございます。